いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2013年モデル BMW640i カブリオレ M スポーツパッケージをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですが フロントバンパーにしたすりと数箇所飛び石がありボンネットに同じく飛び石とアルミホイル4本に傷がございます右側の ドアミラーに線傷と左側のドアパネル部分に小さな傷があり左側のサイドスカートに同じく小さな傷と左右のドアエッジにそれぞれ傷がございます。 右側のドアパネル部分に線傷と小さな傷がそれぞれあり右のリアフェンダー部分に線傷と小さな傷がそれぞれ複数箇所ございます右のリアフェンダーにへこみ傷と イヤバンパーに数カ所線傷がございます走行距離に関しましては約4万キロ走っているお車です外装色はチタンシルバーメタリックインテリアはブラウンレザーの組み合わせとなっております6シリーズの力強い走りを開放感あふれるオープンドライブでお楽しみいただける 640i カブリオレでございます。専用のエアロダイナミクスパッケージや19インチアルミホイルをはじめとする人気パッケージオプションの M スポーツパッケージが装備されておりますので内外装ともに非常にスポーティーに仕上がった一台です。また BMW の上位グレードらしくシートヒーターや純正の ハードディスクナビゲーションなど快適装備も充実しておりますヘッドライトにはオプションで LED ヘッドライトが採用されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては 3リッター直6ツインパワーターボエンジンが搭載され最高出力は320馬力を誇りますアルミホイルは M スポーツパッケージ専用の19インチのアルミホイルが装着されておりタイヤの山に関しましては前後ともに残り7分山程度となっております続きましてリアご紹介させていただきます リアのテールライトも LED が採用されており、マフラーは日本出しのマフラーが装備されておりますので、リアも力強いデザインとなっております。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。オープンモデルではございますが、トランク全体十分な容量を確保しており、全体的に使用感もなく、 綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラウンのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともにそれぞれ使用感がございます。ステアリングは3本スポークのスポーツレザーステアリングが採用されており、 大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。また、クルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。また、 バックギアに入れていただきますとバックカメラが装備されておりますフロント両席シートヒーターが備わっておりますので冬場でも快適なオープンドライブをお楽しみいただけますシフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されており走行モードはセンターのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です 合わせて気になる車内の匂いですが、おタバコの匂いが残っております。では今回は2013年モデル、BMW640i かぶりオれ、M スポーツパッケージをご紹介させていただきました。320馬力を発生させるハイパワーエンジンと、発足の オートマチックシフトが組み合わされておりますので開放感あふれるオープンドライブを十分にお楽しみいただけますまたスポーティーなデザインだけではなく純正のハードディスクナビゲーションやシートヒータークルーズコントロールをはじめ快適便利機能も充実しております お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。